本日の X ラボですが、いよいよ、発表されました GFX102、を、記念してといいますか、GFX の歴史を、少し紐解いて話ができればなというふうに思っております。富士フイルム開発者によるプロダクト解説、X ラボ。ラージフォーマットによる圧倒的な描写力を誇る最高峰のミラーレスデジタルカメラ GFX。 シリーズ6代目となる新機種 GFX102 が発表されたばかり。初号機の登場から6年、全機種に関わってきた4名の開発者が GFX シリーズの歴史を余すことなく振り返ります。いよいよ GFX102 が発表されました。僕らにとっては、ボディとしては第6機種目になるんですけど、ここまで来るのに、いろんなことがあったなというのが、正直なところで、一番あれですかね、やっぱ全てのデザインに関わっている今井さんに、編成も含めて、デザインとしてはどんな思いがありましたかと。最初の GFX の 50S をやった時には、この形に至る前までに、どんな形の中盤機を、X をやってきた我々が提供するのが一番正しい姿なのか、ちょっと皆さんといろいろ検討して、一番最初はこの形じゃなくて、X シリーズのちょっと大きいものであったり、もうコテコテのレンジファインダーであったり、はたまた全然違う形をたくさん模索して、それをいろんなモックアップ設計のベースにしたその立体で検証して、いろんな海外のフォトグラファーさんにも見てもらってね、そうですね。行脚したのも非常に思い出深いなと思って、特に最初のこれは、いろいろ長い期間検討させてもらったんで、思い出が特に多いかななんていうことを思い出しますけど。とにかく 50S って何もなかったから全部決めなきゃいけない。例えばマウントどうするのとか、フランジバックどうするのとか、レンチどうするの。そうね、今思うとこのストラップこですらもれね、ゼロベースで考えて。これはまたね、いろいろ検討してもらっちゃいましたね。GFX という名前すらなかった頃の話ですけど、俗に言う中盤のセンサーを使ったシステムを我々が作ろうとした時に、今まで中盤カメラっていうとすごく大きな光学で、ある意味こうプロフェッショナルというか業務用といいますか、そういうイメージがあったんですけども、それをもっとこう一般の方々にも使えていただけるカメラシステムにしたいと。重要なのは一番大きさと重さだったと思うんですけども、最初の 50S をこう組み上げていく時に、思い出というか、特に中身が一番分かっていそうですね。外装設計のメンバー的にはどうなんですか？最初の目標がやっぱりフルサイズの一眼レフ並みの大きさでこの中盤を皆さんの手に届けたいっていうようなテーマがあったんで、我々がもともと扱ってたこの APS-C がこの中盤のこのサイズになる、これでどうやって小型化しようかっていうのはやっぱり一番最初の壁で、従来のカメラであればこのシャッターの横に電池をこう置いてグリップを作るっていうのが一般的なレイアウトのスタートだったんですけど、これでやるともう全然その目指すサイズに収まらないっていうので、やっぱこのレイアウト設計っていうのがやっぱり一番最初の壁で、これを今回その後ろにショートフランジバックのやっぱり利点を生かして、CMOS の後ろ側に電池を置くっていうこのレイアウトにたどり着くっていうところがやっぱ最初の壁でしたね。そこに行って、で正面子をこう小さくする、そうですよ横をね。こう詰めましたよこう詰ね。めて。なかなか後ろに長くなっていくカメラは珍しいんですけど、幅っていうところを小さくって考えると、やっぱその構造がクリティカルなターニングポイントそうですね、そこで、もう正面じゃほぼシャッターですもんね。そうですね、これがここにかぶってくるってなると、もうほとんどシャッターが占めてるんで、ここに電池を置いちゃうともう全然はまらなかったっていうのはやっぱスタートだったんで、そこに行きつけたっていうところが。ランドセルでしたっけ？そうですね、通称ランドセル、ランドセルと。ただやっぱサイズ数字だけ追わなかったっていうのもやっぱあったと思ってて、やっぱりそのでかいレンズをつけていかにこう持ちやすく
安心して使えるかっていうのはもうずっと我々でみんなで議論してて、最後は数字にこだわらずにいかにその持ちやすいグリップの形であるとか、その幅であるとかレンズとのこの隙間の感覚であるとかっていうのはすごい議論した思い出がありますね。最初の 50S をデザインしていくのところで一番多分時間をかけて議論したのがこのグリップですよね。ですね。これは中身がそんなに制約なく本当に人の手の形でしっかりしたシステムを握るときに一番効率的な中身であったり、本当自由にやらせてもらったグリップで、非常にこのその握りを検証するときにも、なんていうんでしょうかね、伸び伸びとやらせていただいて、でその後、まあ、何人かのユーザーさんからやっぱこのグリップが一番好きだなんて声いただいて非常に嬉しかったのと、あと覚えてるのは僕この機種のこのグリップをやってる時に右手の骨を折ったんですよね、うん、当時の設計者があの右手で握れないのは分かりますけど、これをね左右反転ミラー反転したグリップをちゃんとリタで作ってくれて、左手ですけど握ってみませんかって作ってくれて愛を感じましたね。あれは感動しました。今でも撮ってあります、この左手のグリップだけのやつ、うん、グリップの話でちょっと思い出したんですけど、はい、やっぱグリップのこだわりってその形もそうですけど、この幅っていうんですかね、そのレンズとの、今握ってみてて思ったんですけど、うん、大きいレンズとそのグリップの隙間にどれだけ指が入りやすいかっていうのもかなり議論をした記憶というか思い出があって、うん、はい、我々ってあの真空パックってよく呼んでる一番ちっちゃいボディサイズをまずは作って、それにデザインしてもらうと、でそこでできたモックを握ってみんなでここは大きくした方がいいんじゃないかっていうところで、そのモックをぶった切って間にあの1ミリ単位の板をみんなでこう挟んでいって、間をどのぐらい広げればその持ちやすいかっていうのをかなり何回もこうやりくりして、それ海外に持ってってもらったりして、やりましたね。それで決めたこの幅というかサイズ、そこもかなりこだわったなっていうのをちょっと今思い出して、実はもう少しこうグリップをマウント側に縮めることもできたんですけど、むしろ最後は広げた、最後それで広げましたもんね、うん、それでできた 50S のグリップだから、まあ今も脈々と、うん、そうですね、はい、まあ、そういう意味だと今こう見てみてもやっぱ 50S に合った注目的要素は全部今もこの中にちゃんと継承されていて、うん、例えばこれも初めて天面液晶を採用したのも 50S ですし、うん、でそれは今もう脈々と、うん、この機種にも生きてますし、グリップの形状もほぼ変わらない状態で、うん、引き継がれていたり、まあ、そういう、こう基本的フォルムとかやっぱこう見て縦位置グリップをつけた状態で見てても、まあ、50S があって100があってこの102があると、こうちゃんとこうステップアップしてるっていうか、うんうん、見えるのがすごいなっていうのを思います、うん、じゃあ 50S からこう100に行くときに、うん、これまた新しいハードルがたくさんあったと思うんですけど、まあ、X シリーズの XH1 っていうので初めてボディ内防振機能を開発した、うん、瞬間ぐらいでしたね、うん、ちょうどその100をどうしようかって考えている時に、そこで新しい作りたての防振機能をいきなりこれに入れなきゃダメなんじゃないのかみたいな話がありましたあって、うん、だって1億画素を手持ちでブレないように撮れる人っているのみたいな、うん、そうするともう、こう大きさから何から、うん、まあ、50S で小さくしたところから、うん、まあ、やり直しじゃないですけど、うん、これに防振入れたらどうなるのって、まあ、最終的にこういう形に落ち着いてはいくんですが、まあ、そのおかげもあって、うん、実はあれですよね、 50S が100に進化する過程で、うん、逆に言うとランドセルはなくなってるんです、うん、まあ、その代わりにバッテリーを下に置けるようになって、うん、薄型のこのスタイルっていうのが一つ出来上がって、でそこからこれ小さくしないとダメでしょっていうところもあって、とにかくシャッターをどうやったら小さくできるんだ、うん、本当に一番小さい俗に中盤デジタルカメラっていうのを作り上げたのが GFX の 100S、 初代の GFX 100S とこの 50R に使ってるシャッターユニットで、まあ、この辺のギアボックスとかモーターの部分がここまで小さく、まあ、シャッターグループの人たちが頑張って
小さくできたっていうのはやっぱりこの小型化にすごい寄与していますね、うん、やっぱランドセルってこの時はやっぱりうまく入れたなと思いながら、うん、悪いながらと思ってたんですけど、やっぱりなくしたいねって話は、まあ、我々開発陣の中でもあったし、当然使ってるお客様たちからもちょっとここが大きいねって話はあったんで、まあ、なくすのに貢献できたのは、まあ、あの防振チームとシャッターユニットを開発しているチームが、まあ、このユニットを小さくできたってことと、この電池がこの電池で動くようになったってことですね。シャッターや、まあ、防振機構は、まあ、小型化してもしっかり性能が出る、むしろ防振は、まあ、性能が向上するような、まあ、しっかり技術を開発していきましたし、あとはこの電池ですね、まあ、小型化してますけど、まあ、小型化してもしっかり GFX システムのに対して、まあ、電力を供給できる電池を、まあ、我々開発陣は開発していきましたね。そうですね、シャッターと、まあ、手ブレ補正機構、あとは電池、うん、全部揃っての、まあ、小型化、うん、この小型化に振ったこのカメラがあってこその次の、そうですね、そうですね、デザイン刷新した縦位置グリップをつけて、うん、なんなら電池3つ入る縦グリになり、うん、でもグリップの形は変えないで点明記者を大きくしてフルフルにこう作り直した、うん、まあ、なんかこれはあれですよね、やっぱ 5GS と100と 100S がないとできないフラグシップモデルであることはもう、ま、間違いないんでしょうね。いや今の時点での完成形だなって感じがやっぱりしますね。やっぱ個人的にはこのいろんな進化をしてきたんですけど、一つそのデザインからの提案として撮影体験をやっぱり新しいものを提供したいってことで、形としてはあのすんなり収まってるんですけど、このシャッターボタン近傍の一番いい場所、人差し指で押せるところに、ファンクションボタンを3つ置きながら、それと連動したこの液晶の表記が実現できている。僕らはやっぱりそのアサインしたものを忘れちゃうってことが、うん、個人的にも結構あるので、こういったことがプロ機において提供できるっていうのは、結構なポイントかななんて思ってます。そういった操作性に合わせて、うん、まあ、点面液晶も確かに進化してきてますね、まあ、あの大型化して、まあ、高画素化して、うん、でまた UI に合わせて形を、ね、変えて、そうです、ね、使いやすさを向上させるために、まあ、いろいろと進化してきましたね、うん。